先生、のびのお話を伺う前に、はい、ちょっと昔話をね、うん、伺いたいんですけど、10歳ぐらいの時に赤い鳥という雑誌に童謡を投稿なさったんですかね、はい、私ね、最近になってそのことを知りましてね、でそれが北原白秋の選で3編入選したということを聞いたんですが、そうですか？いや、それはなんかまあ赤い鳥の初期ですからね、はあ、本当に言いませんから、いや、いとこに中学の4年かな5年かな、はあ、なんかそんなんで、で一緒の同じ封筒を入れて送ってくれたわけです。ああ、そのいとこさんという方、陽吉さんとおっしゃる方。陽吉さん、陽吉っていとこです。ああ、これが小林出親、富永太郎と同級生ですね。だからまあ、とにかく僕はあの世代にずっと陽吉さんの指導で童謡を書き、それから本を読みね、文学を読む、ということ。いい指導者がいたわけですね。まあそうですね、本当に。そら、まあ、あれ、漱石の坊ちゃんと恩返の役のポーの渦に飲まれてなんてなって小学校の6年の時読みましたからね。はあ、これは当時としては非常にまあ早熟な方でしょう。そうでしょうね。でその富永太郎さんの弟さんの富永二郎さんと大岡先生が同級 で同級、成城で同級になったんです。第一回卒業です我々は。ああ、そうでしたか。まだ小田急がなくて烏山から歩いて帰ったんですよ、京王線の。ああ、昭和2年に小田急が来ましたね。昭和2年という年は芥川龍之介が亡くなった年ですね。そうです、そうです、そうです。まああれが非常な私たちのにとってのショックであって、つまり、文学という非常に真面目にとってましたからね、文学という形でこの人生というものはどういうものであるかを知り、そしてそれによって自分の生き方をこう進めていこうというふうに真面目な気持ちで読んでましたから、だからそこでいろいろ迷ってた時に、富永太郎の詩を知り、その明くる年には小林秀夫、中原中也、赤上健太郎、みんな18の時ですからね、まだ。18から19になると。まあ、この、まあ自分で考えても、まあ運がいいって、まあいいか悪いかわからないですよ。しかしね、まだこれからっていう時にね、いきなり中原にぶつかっちゃったらもうね、何も書けなくなっちゃいました、僕は。先生。まあ、それで、戦争に行って、つまり、彼らが全然してない経験をしましたからね。で、まあ、その話を書いて、どうやら一人歩きができるようになった。戦争にいらっしゃる前は、むしろフランス文学。フランス文学のスタンダールを。スタンダールの研究家でいらっしゃる。翻訳してました。ああ、もっともまあ、スタンダールをやるっていうのには、彼らの小林中原のいわば、象徴派のセオリーに対するね、反抗があります。これは大学を出たすぐ昭和8年ですから、だからまあなんかまあそうでもしなきゃ身を持たなかったわけですよ。なあ、いきなり一流のやつに会っちゃったんだから。本当にそうですね。大岡昇平さんは明治42年に東京の牛込に生まれました。青山学院成城第二中学校を経て京都大学でフランス文学を専攻し、最初は文芸評論家として横光利一や川上哲太郎をテーマとした評論を発表しました。小説家として出発したのは昭和21年、
すでに36歳になってからでした。戦争の体験を次第にした不良記でデビューして、その後、武蔵野夫人、のびと話題作を連続して発表し、文壇に独自の地位を築きました。その後、レイテ戦記、事件など、常に第一線の作家として活躍し、76歳の今も変わらぬ顕筆を振るっておいでです。少しお話が時代遡りますが、戦争へいらしたのが、もう、敗色濃厚な時代でございます。そうです。昭和19年でした。19年ですからね。まあ、我々のは、あれは、10杯って9杯だったかな。8杯で7杯だったが、とにかく1杯沈んだだけだから。俺はもう非常にヒルピンじゃ、喜んだんです、出先では。ただ出てきたら我々みたいな兵隊ばっかりだったら、参謀はがっかりしたし、どうしようかね。のびのことでございますが、はい、のびという作品は、不良記の補位と言いますか、それを補う意図でお書きになり始めた。はいはいはい、それも帰ってきたのが20年の12月ですから、不良記をあれ書いてあのが21年の1月から書き始めたんです。で、まあ、実質的に書いたのは4月から5月なんですが、5月にも伸びを書こうと思ってます。つまり、だいたいこれを収容所の生活というものは本当は書きたかったんですよね。で、その前座としていわゆる捕虜記と言われてる100枚の自分がどうして捕虜になったかというのを書いてみたら、そしたらどうもその方が結局捕虜記ってことになっちゃったんですね。やっぱり死ぬか生きるかの話の方が収容所でまあ人間がどれだけ堕落できるかということを僕は書きたかったんですが、それが、その、初めのオーバーチャーのところが評判が良かったんですよ。そしたら、その時に戦場の経験を書いてみたらば、当然、だから、私はまあ、敵が最後に一人になっちゃったっていう敵を撃つのをやめようと思ったんです。そのことをまあ書こうと思った。つまり、どうしてもリズメに、なぜそうなのかということを言うということになりましたね。そしたらそこで余ったものが出てきたわけ。一つの自分の道を歩いたら自分が初めて来たとこなのに、なぜ二度と通らねえだろうな。そんなバカなことをなぜ考えるのか。まあその他にいろいろありますね。船へ乗ってずーっと行くと一定の形の雲が浮かんでいる。それでが、なんだかこう、変な気がするとか。そういう、その、死を控えた人間の感覚の混乱というものが残ったわけです。で、それをやっぱり、ちょっと書きたかった。で、今度は、その、フィクションの形で書こうと思ったわけですね。それで、だから、この、まあ、一人の肺病の兵隊が、病院からもおっぽり出される。部隊からもおっぽり出されて行くときがない。で、病院の前でゴロゴロしてる、その、兵隊の仲間へ、まあ、自分で入りに行く。病院が爆撃される、逃げ出す。それで、まあ、だんだんフィリピンの女を、人を殺しちゃう。それからまた最後には人肉部品に至る。で、これはまあ、向こうで聞いた実話ですからね。それを元にして、まあ、一つ小説を書いてやろう。というふうに思ったのが、これなんです。林の中は暗く、道は細かった。カシやクヌギに似た大木のそびえる間を、名も知れぬ低い雑木が隙間なく埋め、ツタやツルを張り巡らしていた。四季の別なく落ち続ける熱帯の落ち葉が道に朽ち、柔らかい感触を靴裏に伝えた。
静寂の中に新しい落ち葉が武蔵野の道のようにカサコソと足元でなった。私はうなだれて歩いていった。奇怪な観念が過ぎた。この道は私が生まれて初めて通る道であるにもかかわらず、私は二度とこの道を通らないであろうという観念である。私は立ち止まり見回した。何の変哲もなかった。そこには私がその名称を知らないというだけで、いろいろな点で古国の木に似た活用樹が直立した幹と開いた枝と垂れた葉と静まり返っているだけであった。それは私がここを通るずっと前から、私が来る来ないにかかわらずこうして立っていたであろうし、いつまでもこのままでいるであろう。これほど当然なことはなかった。そして近く死ぬ私がこの秘湯の人知れぬ林中を再び通らないのも当然であった。機械なのはその確実な予定とここを初めて通るという事実が一種の矛盾する連環として私に意識されたことである。もっとも私は内地を出て以来、こういう不条理な観念や感覚に慣れていた。例えば輸送船が6月の南海を進んだ時、ぼんやり海を眺めていた私は、突然自分が夢の中のように整然たる風景の中にいるのに気がついた。紺一色の海が広がり、水平線がその水のボリュームを押し上げるように正しい円を描いて取り巻いている。海面からあまり離れていない一定の高さに底部が確然たる一線を成したお供え持ちのような雲が、おそらくは相互に一定に距離を保って浮かんでいる。そしてそれが船が一律の速度で進むにつれ、任意の視点を中心に扇を回すように移ってゆく。減速を過ぎてゆく規則正しい波の音と単調なディーゼルエンジンの音に伴奏されて、この規則正しい風景はその時私に甚だ奇怪に思われた。もしこの時私が一遊覧客であったならば、帰国後自国の陸につながれた哀れな友人に太陽の帰還を語る場面を空想したろう。私の興奮と苦痛は多分敗戦と死の予感に侵されていた私が、その奇怪な経験を人に伝えることを予想できないことに基づいていたろう。秘湯の林中の小道を再び通らないのが奇怪と感じられたのも、やはりこの時、私が死を予感していたためであろう。我々はどんな偏僻な日本の地方を行く時も、決してこういう観念には襲われない。好む時にまた来る可能性が意識下に仮定されているためであろうか。してみれば我々のいわゆる生命観とは、今行うところを無限に繰り返しうる予感にあるのではなかろうか。先生のお作にはほとんど全ての作品に共通して地形の問題が出てくると思うんです。そうですね。土地の形ですね。これは自分で無意識ですね。つまり時間感覚より空間感覚の方が優れてる。空間感覚型の人間ということであるのかどうなのか、自分で分析したってわからないとか、必ずあるんだ。しかし他の作家と違って大岡先生はご自身が大変優れた文芸批評家でもいらっしゃいますね。そうです。最初は批評家になろうと思ってたんです。常に自分を批評しながら進んでるつもりですけども、それでも自分にわかりません。それは最近ある人に、足というものが私のコンプレックスになってるということを指定されたんですがね。私それ全然知らない。足と歩行です。